こんにちはシアスカです今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は指導というテーマのお話を聞いていただきたいと思います。例えば経営をすると、まあ、会社を経営するとか、まあ、家庭を経営するとかですね、まあ、組織を経営するとか、まあ、そういう,こう経営をするというのを考えたときに、 いわゆる経営資源というのは、まあ、3つ言われるんですよね。人物お金。人物お金ですね。でこの人物お金という資源を使って何かをやっていくというのがこう経営というものになるわけです。ねまあ、人物お金を使ってそして何かを生産し販売すると。でそれでこう経済的な活動を営んでいくと。 まあそれが経営というものなんですよねでここで経営資源というのを人物お金というふうにこう3つ言ったんですけどこの人物お金の重要度っていうか優先順位というか、まあ、重要性の順位というのは時代によって実は変わっているんですねで過去20世紀は、まあ、いわゆる製造業建設業というものづくりの時代でした 日本で一番の中心産業というのは製造業で2番目は建設業だったんですよね。まあ、いずれもものづくりというのが主役であったわけです。で日本はものづくりの国として過去20世紀に経済成長をしていったということなんですよね。そうした時に経営資源である人物お金の中で、ね、一番大事なのは何だったかっていうと物だったんですよね。つまり、 土地建物機械設備こういったものが一番重要だったわけです。なので、まあ、過去20世紀の企業というのはいかに広い土地を確保して、ね、大きな建物を建てそして機械最新の機械設備を入れて、ね、いかに早く効率よく無駄なくですね大量に物を生産するかそれが まあ、いわゆる過去20世紀型の成功というものだったわけですよね。まあ、広い土地を確保することができて、ね、あの大きな建物が準備できて、ね、で最新型の機械というのがたくさん入っていてでその工場の中では、ね、早く無駄なく、ね、いい品質のものというのを大量に作って販売するとでそれをやることができた企業というのは成功企業というふうになっていたわけです。 なのでね人間のお金の中で最も重要な資源というのは物だったんですよね。その土地とか建物とか機械設備というのが最も重要な資源だったわけですね。でこれをま表しているのがまあ、過去20世紀にま使われ始めたいわゆる会計というものですよね。 あの企業決算あの、ね、経営すれば必ず決算書というのを準備しますけれども損、まあね、益計算書とか貸借対象表とかっていう決算書を準備しますけど、ね、その決算書のルールというのは会計というふうに呼ばれているもので、ね、人物お金ってじゃあどういう重要度になっているかっていうと、ね、物ですよね今名前を挙げた土地とか建物とか機械設備っていうのは全部資産という形になります。 資産として計上されるんですね。だから土地建物機械設備っていうのは資産なんですねじゃあ人はっていうと人は資産には計上されませんね決算書のどこをどう見ても人っていうのは資産という形には出てこないんですねじゃあ人はどこで出てくるかって言ったら費用として出てくるわけです経費として出てくるわけですよね,ねだから、ねまあ、あの人に対してかかったお金人件費っていうのはね まあ製造原価の中に出てきたりもしくは販売管理費の中に出てきたりするわけです。ねまあ、このことからも人物お金の、ね、優先順位っていうのはね分かると思うんですよね。土地建物機械設備っていうのは重要度が高いから資産と。ね、人は、ね、生産するのに物を生産するのに必要かもしれないけれども資産ではなくて費用というそういう扱いになっていたわけです。 ね、なので実際過去20世紀の製造業の時代っていうのは、ね、人っていうのはね、まあ、比較的その工場の中で単純労働、ね、決められた時間に出勤して決められた時間に退社するまでに決められた仕事を、ね、やってでそれで、ね、決められたお給料をもらうということですよねで仮になんらかの事情で出勤できなくなったとしても代わりの人が、ね、出勤すればもうそれでうでねあの 会社とか工場というのは回っていた、と、まあ、そういう時代だったわけです。ところが、ね、今は過去二十世紀じゃないわけですよね。新しい二十一世紀になっています。でそうした時に、やっぱり、ね、ものづくり、製造業、建設業の重要性というのは、まあ、かなり下がってきていますよね。 もちろんね、いまだにあの、ね、すごく大きな産業であるのは間違いないんですけど、割合として製造業、建設業の、ね、占める割合っていうのは確実に小さくなってきてる、ね、影響力っていうのが確実に小さくなってきてるわけですよね。でなんでかって言ったら、ね、あのもうみんながね、お客さんの方が物を一通り持ってしまったからですよね。 ね、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、クーラー、自動車、パソコン、携帯電話、スマートフォン、ねまあ、あ考えられるだけのものっていうのは、もう、ね、みんなが一通り持ってしまっているわけです。ね 持ってなければ欲しいっていうふうに思いますけれども、ね、いざ持ってるならばそこまで欲しいとは思わないですよね、まあ、せいぜい買い替えようかなっていうぐらいのもので何が何でも欲しいって思うのは持ってないからこそ欲しいと思うわけで持っていいるなならばあんまり欲しいとは感じないわけですで。そうするともうみんなにねあの物が行き渡っているから、まあ、要するに物が売れなくなってるわけですよね。 当然売れなければその仕事っていうのは縮小されていくしかないわけですから製造業建設業っていうのが過去20世紀に比べて今の21世紀で重要性が下がるっていうのはもうこれはやむをえないことですよね。で代わりにどんな産業が出てきてるかっていうとサービス業とか情報産業とかっていうのが逆に割合っていうのが増えてきてるわけです。 でそうすると経営資源の人物お金の重要性っていう優先順位っていうのも当然変わってきますよね,ね製造業だったからテレビ冷蔵庫洗濯機自動車クーラーを作るだったから、ね、土地が必要で、ね、建物が必要で機械設備が必要だったわけですよね何よりもものっていうものが重要だったわけですよねところがサービス業の主役はじゃあね 土地なななのののかかか、建物機械設備なのか、ね、そして情報産業の、ねえー、中心っていうのは土地なのか建物なのか機械設備なのかっていったらいずれも違いますよね。ねそういう,こう、ね、21世紀になって伸びてきてる産業っていうのはサービス業とか情報産業っていうのは、ね、機械じゃなくて物じゃなくて人が主役になってるわけです。つまりこう、ね、経営資源の中の主役が変わってるんですよね。 そのね、機械が、ね、あのサービス業をするわけじゃないわけですよ、ね。人がサービス業をするわけですよね。サービス業というのは人が人に奉仕するということですよね、簡単に言うとね。人が人に奉仕するというのがサービス業なわけです。だから経営資源の、ね、優先順位というのがものが一番だったのが今は人が一番になっているわけなんです、ねで。それによって結局ね、その経営のやり方とか経営のあり方 っていうのは当然変わっていく必要があるわけです、ね、物が一番大事なんだったらこれは、ね、管理でよかったわけです管理する、ね、物とかお金っていうのは人物お金の物とかお金っていうのは管理をするものなんですよねだからムラなく無駄なく,無,駄なく無理なく正確に早くですよねムラなくムラなく無駄なくね早く正確に管理すると いいううね管理というものがすごく大事だったわけです、ね、だから管理者っていうのが非常に重要な役割を担ってたわけですよねところが人っていうのはね管理ではうまくいかないんですよ要するに物とかお金と同じような扱いをすると人はうまくいかないんですねなんでかって言ったら人はねやる気がなければ成果を出さないからですね 管理できるのは物とかお金であって人はね本当は管理の対象じゃないんですね。ところが過去20世紀はな、ね、あの実は管理っていうのがね人にもされてたんですよ、ねね。それなんでですかって言ったら一番重要だったのが人じゃなくて物だったからです。ね、物が一番大事だったから物は管理の対象なんですよ。ね、物とお金っていうのは管理できるんです。ね、きっちりきっちりね正確に正確に早くっていうのはできるんですね。 物が一番重要だったから管理というものが一番重要だったんですね。で人はその物、ね、の,の延長線上で同じように管理されてしまっていたわけなんですよ。物扱いされていたんですよね。ところが今はサービス業とか情報産業とか人が人に奉仕するっていうそういう仕事っていうのがどんどんね重要性が増してきた中でじゃあねあの目の前に人が一人いて、ね、その人も物、ね、と同じようにね あの扱って要するに管理した時に、ね、うまくいくかって言ったらね管理されてやる気が出る人なんて一人もいないんですよ。 だから本当は、ね、あの時代が変わっていてサービス業が中心になっているから当然会社の、ね、経営のやり方っていうのも変わっていく必要があったわけですけど、ね、その,、ね、あの20世紀から21世紀のこの、ね、時代の変化によっての会社が変わることができたっていうのはすごく割合として少ないわけです。ね、時代は変わってるんだけど会社は組織は変わることができてないっていうのが実情なんですね。 なんで変わることができないのかっていうとねこれはね過去20世紀に成功してしまったからですよね日本はね日本はありとあらゆる面で成功してしまったわけなんですよ 1945年に、ね、戦争に負けて焼け野原みたいな状態からわずか40年でジャパンアズナンバーワンというふうに、ね、言われたわけですよね。もう本当に奇跡の大成功をしたわけですで。人っていうのは成功するとその成功が記憶としてね、残るんですよね。成功体験っていうのは記憶の中にもう完全にね、残ってしまうわけですよ。ね、だから今の、ね、年齢の、ね、ある程度上の人たちっていうのはもうみんなね、なん,なんかこう成功イメージみたいなの持ってるんですよね。 一度成功してるからそのやり方その考え方が正しいっていうことでそこから離れるってことができないわけですよだから時代が変わっていても会社とか組織はなかなか変わることができていないということですだから依然として物お金と同じように人も管理しようとするんですよね,ねあの管理っていうのはねあのお手本としてね管理っていうのはどういったところから持ってこられたかっていうと結局刑務所とか軍隊ですよね 軍隊とか刑務所っていうのが最初にあってでそれを会社経営とかもしくは学校の教育っていうのにこう取り入れていったというのがあるわけです。ね、要するにこう軍隊とか刑務所っていうのはすごくねあのそういう面では管理っていうのがもう徹底してるわけですよね。完全にそのねピラミッド型で指示命令型でねえ上官の命令は絶対で,で下の人たちっていうのはね もう本当に早く正確に、ね、無駄なくきっちりやると、まあ、そういうお手本があって、ね、だから会社経営の管理のやり方っていうのはその軍隊とか刑務所っていうのが参考になっているわけです。で教育の出口っていうのがね、まあ、例えば18歳なら18歳とか22歳なら22歳の教育の出口が、ね、会社への就職だったならば。 その前段階の大学、高校、中学、小学校っていうのは基本的にやっぱり管理教育だったんですよね。学校の先生たちに、ね、教育っていうのを、ね、聞けばまずね管理教育っていうふうにまあ答える先生が非常に多いということなんですよね。要するにね先生がね生徒の上ですよね。だから 先生というね、答えを知ってる人が、生徒という答えを知らない人に対して、ね、何かを教えて、で、それがちゃんと理解できてるかどうかっていうのをテストして、で、それでね、例えば成績表みたいな形で、こう数字で評価するということです。ね、で、先生はね、結局ね、あの、 生徒たちの、ね、机の横をねぐる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 回って巡回してでその脇で、ね、子どもたちっていうのは、ね、あの答えがある問題を、ね、いかに早く正確に解けるかっていうのをこう訓練でやっていくということですよね。まあ、あれはまさに軍隊とか刑務所がそのまま、ね、あの学校教育に入っていったということですよね。な,なんでそんな、ね、管理教育になってるかって言ったらそのねあの学校の出口がである会社がね そういうい会社だからなんですよ、ね、要するに製造業で成功した時の名残っていうのがまだ残ってるからですよね。ねだからか会社からすると、ね、あの決められた仕事を、ねあのね、あの静かに黙って、ね、早く正確に効率よくやってくれる人が求めてたわけですよ。企業からしたらそういう、ね、人を採用したいわけですよね。だったらその前段階の、ね、大学、高校、中学、小学っていうのは管理教育でね。 あのいい、いい生徒を作ろうとしたわけですよね。ねいい生徒とか、いい子っていうのは、どういう子っていうかっていうと、先生にとっていい人なんですよね。先生にとっていい生徒なんですよ、ね、要するに、こう管理しやすい。先生からすると、管理しやすいも。問題は起こさないしね。 あの決められたことを、ね、あの静かに黙々と、ね、あのしっかりと作業してくれる、勉強してくれる、まあ、そういう生徒っていうのは、ね、あの先生からするといい生徒ですよね、管理しやすい生徒ということになります。逆に管理しにくい人っていうのは、先生からすると問題児ということになるわけですよね。で,でも時代が変わってるんですけど、なかなかそれが、ね、結局、家庭とか学校とか企業の方でまあ変わることができてる企業とかが少ないと。 ということですよね、まあ、変わることができている企業もあるわけですけど依然として常識として、ね、あの全体的な常識としてやっぱり,、ね、やっぱり中学受験高校受験大学受験みたいな感じで答えがある問題をいかに早く正確に解けるかっていうのをテストで評価するとっていうのがまあずっと続いてるわけですよね。 そ,そこがだから過去の20世紀から新しい21世紀に変わってるにもかかわらず、ね、なかなか全体として変わっていくことができてないということですよね。まあ、それに伴って日本の、ね、全体的な地位っていうのが、ね、あの世界における世界200か国における地位とか影響力っていうのが下がってるという、まあ、そういう実情という形で残ってるわけです。でここまでの話で、ね、何が一番のポイントだったかっていうとね。 物とかお金は管理できるんだけど、人は管理できないというのがここまでの話のポイントです。ね、もう一回言うと、物とかお金は管理できるんだけど、人は管理できないということなんですね。人は管理されてやる気が出ないんですよ。ね、自分はずっとね、あのなんかね、上司とかね、先生からずっと監視されていて、なんか一挙手一投足ね、そこはこうじゃないとかね、そこはこうだとかね。 ね、そ,そ,それをやったらいけないって言わあの、ね、教えただろうということで、ね、なんかいあのずっと監視されて一挙手一投足、ねなんかね、指示命令されて、ね、それだと完全に、ね、もう人は、ね、やる気を失ってしまうんですよねやる気が出ないんですよでやる気がない人が何かやっても絶対成果出ないですよねだから人は管理の対象じゃないんだけど多くの企業とか多くの学校現場で依然として管理が行われているということなんです。 ね、だから、ね、物とかお金は管理の対象なんですけど人はね管理の対象じゃなくて指導するべきなんですねで指導って何ですかっていうとねあの漢字を見ていただくとね差し示すで導くという感じになってますよねだからある方向を差し示してそっちの方向に導いていくというのが指導ということになるんですよねで管理ではないんですよ指導と管理っていうのは明らかに違います 指導っていうのは、ね、こっちの方向だよっていうふうに方向を示してで、そっちの方向に導いていくというのが指導なんですよね。具体的に言うと、ね、結局、ね、指導者の役割っていうのは3つあるわけです。1つは、ね、方向を指し示して先を歩くということですよね。これが指導の役割の1です。でそして2番目は、ね、あの相手に、ねあの 目標を設定してもらって、そしてその目標設定の方法も相手に考えてもらうと。で、指導者はそれをね、あその本人が立てた目標が実現するように支援する立場なんですよね。こう指示命令ではないんですよ。ね 本人に何らかの夢があるとか、目標があるとか、ね、達成させたい目標、もしくは達成したい目標があったときに、本人がその方法を考えるんですよ。で、どういうふうな方法で目標達成できるかっていうのを本人が考えるんですね。これがね、あの指導者がね、あの指導するとやる気を失うんですよ。ね、あの自由がないですよね。自由がないと人はね、あのやる気が出ないんですよ。自分で考えた方法でやりたいんですよね、人間っていうのはね。 だからね、ね本人が目標を設定して、じゃあどうやったらその目標を達成できるかということで、本人がこれをやったら目標を達成できるんじゃないかっていう自由があるということが大事なんですね。でそうしたときに、ね、あの指導者っていうのはね、ねその本人が目標を達成できるような環境を整えることに力を注いだり、もしくは本人からね何らかのね助言っていうのを求められたときにアドバイスをする。 完全にこうね指示命令型ではなくて支援型ですよねそういった役割っていうのがありますそれが2番目です最後の3番目はね本人が実際ね設定した目標を本人が一生懸命取り組んだにもかかわらず達成できなかった時に代わりに責任を取るというのが指導者ですよね指導者っていうのは方向を指し示して支援をしてそして最後に責任を取るとこれが指導者これが指導というものになるわけです でその時にねやっぱりね相手のね、人に対してのね、物の見方をね、変えていく必要があるんですよ。過去20世紀のね、相手人へのものの見方と新しい21世紀の人へのものの見方っていうのを変えていく必要があるんです。ね、なんで過去20世紀はね、あの管理できない人を一生懸命管理しようとしていたのかということなんですけどそれはね人っていうのをねこう肉体としか見てないんですよね。体としか見てないんですよ。 人というのは体だと。人というのは肉体だと。ね、従業員というのは、ね、あの肉体だと体だという、まあ、そういうものの見方になっているんですよねでで。体だけだったら、これは管理することができるんですよ。もし目,あの,目の前にいる人が、ね、体だというのであれば、これは管理できるかもしれないわけですよね。ね例えば、ね、あの9時から、ね、6時まで働いてくださいと。ね、で仕事はこれですと。 ね、9時から6時この仕事をね1ヶ月やってくれたらお給料はいくらですと。ね、これ管理することができるかもしれないわけです。でそうするとね言われた相手は、ね、決められた時間に決められた仕事をして決められたお給料をもらうと。 ということですよねこれはねあの時間とお金の交換であったりもしくはもっとね言うならば、ね、ある決められた時間のそのね体を拘束する代わりのその対価としてお給料っていうのをまあ経営者からすると払うということですよね。だからそれを管理あの、ね、あの肉体とか時間というのを管理して対価としてお金を払うっていうのでやってたわけですよね。 だけど人間っていうのはね、本当は肉体だけじゃないんですよ。もちろん肉体も人間ではありますけど、肉体っていうのは人間の一部でしかないですよね。だから実際は管理できないわけですよ。人間っていうのは4つからなな成り立ってるわけですよね。しなえすなわち、肉体、それから頭、そして心、そして精神です。ね、頭、あ、ごめんなさい。肉体、頭、心、精神。ね そうしたときに、ね、肉体は、ね、管理することができるかもしれません。ね、体を自分の会社で、ね、決められた9時、6時とかで拘束するということは可能かもしれないわけです。ね、じゃあ、頭はともかく、ね、心とか精神を、ね、管理することができるかって言ったらできないんですよ、絶対に。ね、不可能なんですよね。相手は心があって精神があると。ね そうしたときに心を管理することができるかってできないですよ。精神を管理することができるかってできないわけですよ。だから人を、ね、肉体から,頭からあの、心、精神という、ね、全人格ですよね。全ての人格として見たならば、相手を管理するってことはできないんですよね。ね 例えば親が子供を管理することができるかできないんですよ。だって子供は、ね、肉体はもちろん持ってるけれども頭も心も精神も持ってる別の、ね、4つの全人格を備えた存在ですよね。親が子供を管理できるかって言ったらできないんですよ。ね、心とか精神は絶対管理できません。ね、親は子供を、ね、指導するしかないんですよ。導いていくしかないんです。ね それと同じようにじゃあ学校の教師が、ね、生徒を、ね、管理できるかできないですよ。それは生徒を、ね、肉体だっていうふうに見てるわけですよ。もの,ものと同じような扱いで見てるわけですよ。ね、でも実際、その一人一人の生徒っていうのは心を備えていて、そして精神のあるせ存在だから、ね、だから、ね、しあの指導するしかないんですよ。管理はできないんです。ね、もちろん会社の上司が、ね、部下をね、あの 管理すするることがでででききかないんですよ、ね、物とかお金は管理することができるかもしれないけど、ね、あの人は管理することはできないんです、ね。指導するしかないんですよ。なんだけど、ね、過去20世紀っていうのは何,何せものづくりの時代だったので主役がねその土地とか建物とか機械設備が主役だったのでそ,その3つさえ揃ってればね経営が成り立ってたんですよね。 おやあの仕事を休んだとかねもしくは会社を辞めたとかって言っても、まあ、代わりの人をねあてがうことで全然経営ができたわけですよ、ね、だからそのななんか物がねあのそのテレビとか、ね、冷蔵庫洗濯機自動車クーラーみたいなのが主役で,でその物を作るためのねあの土地とか建物とか機械設備が主役だったから物が主役だったからなんか人もねま,まるで物扱いされてたんですよね だからね、絶対管理できない人間を管理できるっていう風な、そういう幻想があったわけです。でも実際今はね、もうそれはうまくいかないんですよ。ね、親は子供を管理できないし、ね、教師は生徒を管理できないし、ね、あの上司は部下を管理できないんですよ。できることといったら指導するしかないんです。ね、相手はね、じゃあの4つのね、 全,てを備えた全人格備えたい、ね。一つの,、ね、あの貴重な存在なんだということを認めた上で、4つの必要性というのを、ね、あのちゃんと理解する必要があるんです、ね。その4つ全てを理解する必要があるんですよ。ね、肉体の必要性というのは生きることですよね。人間だから当然生きたいわけですよ。ね、生きること。ね、そして頭というのは学ぶことですよね。ね学習したい。学びたいと。ね だから単純作業だったらやる気が出ないわけですよ。学びがないから。ね、そして、ね、あの心っていうのは愛したいですよね。誰かを愛したい、そして誰かから愛されたいとっていうのは心ですよね。だったら自分の、ね、関係する、例えば会社だったらね、あの部下だとか上司だとか同僚だとか、もしくは関係するお客さんだとかね、そういう,こう、ね、利害関係者ですよね。 そういった利害関係者すべてを、ね、愛したいし愛されたいというそういう欲求を持っているわけですよね。そして精神というのは貢献したいと思っているわけですよ。地域に貢献したい、社会に貢献したいというのを持っているわけですで。そういう思いというのを持っている一人一人を管理できますかってできないんですよ。できないんです。ね、だから、そういうね、行きたいし、ね、学びたいし、 愛したい愛されたいそして貢献したいっていうそういう全人格を持った人をできることといったら指導すすることしかでできないんですよで指導っていうのはね復習になりますけど、ね、1方向を指し示す2支援をする本人に目標達成の方法を考えてもらって本人なりの方法で一生懸命目標達成を、ね、あの目指してもらうとでそのためにねあの指導者っていうのは支援に回るわけですよ。 そして、3、もし本人がうまくいかなかったときは、代わりに最後に責任を取るというのが、この指導というものですよねで。その指導することしかできないんです。ね。だから、ね、過去20世紀はどっちかって言ったらね、あのね、指示命令型の管理者っていうのが、ねね、中心だったかもしれないんですけど、新しい21世紀になると、奉仕型の指導者ですよね。その ね、あのみんなに、ね、例えばそのねあの自分の会社のみんなに奉仕することができる指導者っていうのが一番、ね、あの目指すべき理想の姿ということなんですよ、ね、各自がねみんながね一生懸命やってくれてるとだったらみんなが目標達成できるような環境を整えていこうと、ね、もしくはね何か助言を求められた時はで,できるだけそのね本人の目標達成に価値がある、ね、アドバイスをしていこうとそういうこうねこう 奉仕型の指導者、要するにみんなに奉仕することができる指導者っていうのが一番、ね、あの求められている存在なんです。でこのね、あの管理したがる人はたくさんいるんいですよ。家庭にも管理したがる人はたくさんいるし、学校にも管理したがる人はたくさんいるし、会社にも管理したがる人はたくさんいるんですよ。 で実際管理できる人もたくさんいます。ね、家庭で管理できる、ね、親もたくさんいるし、ね、能力として管理が、ね、得意な人はいるし、ね、学校でも管理が得意な、ね、教師はいるし、ね、会社でも管理が得意な、ね、上司っていうのはいるわけですよ。ね、だけど、ね、あの主役が、ね、物から人に変わってますから、ね、サービス業を行うのは人が人に奉仕するわけですよね。人が主役なんですよ。 ね、ってなったら管理できる人っていうのはね、主役じゃないんです。指導できる人っていうのが主役になっていく時代なんです。ね、でそうした時にねいかにじゃあ指導者としてのその指導力というのを持っていくかということなんですよね。これが新しい21世紀で最も価値の高い技能、スキルということになります。指導力ですよね。でこれは後天的に開発可能なんですよ。ね あの後天的に生まれた後にに、ね、適切な教育とそして本人の何よりも決意によって、ね、指導力っていうのは確実に身についていくものなんですね生まれながらのこう天性のものではないんですよ、ね、そしてその指導者っていうのは地位ではないんですねその地位とか,か肩書きが指導者なのか指導者じゃないのかを決めるわけじゃないんです指導者かどうかっていうのはね本人の自覚なんですよ 本人が自分は指導者だと、自分は指導者として生きていくっていうふうに選んだならば、その人はどんな地位、どんな肩書きであれ指導者なんです、ね。地位ではないんですね。そこは絶対にあの勘違いしないでいただきたいと思うんですけど、指導者っていうのは地位ではないんです。本人が選んだかどうか、指導者としての生き方を選ぶかどうかっていうことなんですね。ね だから、例えば昔であれば、あのね、マハトマ・ガンディですよね。インドのガンディは、ね、地位はなかったわけですよ。全くなかったわけですよね。でも本人は偉大な指導者になりましたよね。ねそれは本人が指導者を選んだからです。ね、だからマザー・テレサは地位がある人ではなかったですよね。でもしかし偉大な指導者になりましたよね。ねあのキング牧師も、ね、地位がある人ではなかったわけですよ。 だけど、偉大な指導者になったわけですで。指導者っていうのはね、本人の選択であり、生き方なんですね。決して地位ではないんです。だから、指導者として生きていこう、もしくは指導者を目指して、指導者っていうね、あの生き方をしていこうっていうふうに決意した人から指導者っていう生き方をしていくんですね。なので、 今からね、どん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 機械はまだまだ発達します。ロボットもどん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 ね、高性能なロボットが出てくるし、何より人工知能っていうのがね、どん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 ね、すごい人工知能っていうのが開発されていきます。そうしたときに、人工知能が、じゃあサービス業ができますかと、人工知能が指導者になれますかってなれないんですよ。なれないんです。人を指導することができるのは人だけなんです。 ね、だった時にね指導力っていうのが今から求められる一番価値の高い、ね、あのスキル技能なんですよねだから方向を指し示してそしてみんなが主役で自分は支援者に回れてそしていざってなった時に最後に責任が取れる人ですよねこういう生き方在り方っていうのを目指していくことができる人であれば今からの21世紀っていうのはどん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 ねやっぱ活躍の機会っていうのが増えていくと。 ということなんですよね,ね過去20世紀と21世紀で時代が変わってるわけですよ、ね。過去20世紀だったら有能な管理者っていうのはね、すごくね、あの仕事として貴重だったんですよ、ね。物とかお金をきっちり管理できる人っていうのはね、すごくね、あのあの価値が高かったわけです。でも今は指示命令型の管理者っていうのは、どん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 仕事が難しくなっていきます。ね、なぜなら仕事の主役がね、あの製造業からサービス業、情報産業に変わってるからです。 管理できない人を一生懸命管理しようとすればお互い不幸なんですよ。だって相手は管理できる対象じゃないんだから心とか精神を持ってる相手を管理なんか絶対できないんですよ。ね、管,理しよう管理できない存在を管理しようとしたらお互い不幸ですよね。 そうじゃなくて、ね、新しい21世紀っていうのはね、型の指導者なんです、ね。みんなが目標達成する環境を、ね、一生懸命いい環境を整えていこうとして、そして実際に、ね、あのそれを支援できる、例えば助言をしたり、アドバイスをしたりする中で、支援をすることができる指導者っていうのが、今からの,、ね、あの社会で一番活躍していくことができる人材なんですね。 だからあとはもう、ね、自分が指導者として生きていこうと、ああいう、ね、指導者になっていきたいという、ね、その理想のあるべき姿みたいなのを思い描いて自分は指導者として生きていくんだと、ね、その指導者として、ね、あのこの、ね、社会の中で、ね、貢献していくんだということを決意した人から、ね、偉大な指導者への道偉大,偉大な指導者としての人生というのが始まっていくということですよね。 なので今回はね、指導っていうのをぜひ、ね、理解していただきたいと思って、こういう話をしました。管理から指導の時代と、指示命令型の管理からね奉仕型の指導の時代に変わってるんだと言ったことですよね。そして指導っていうのは、指導者っていうのは決して地位ではなくて、本人の選択であり、あり方、生き方なんだと。 ということです。だから自分は、ね、指導者として生きていくんだというふうに決意した人から偉大な指導者としての人生が始まるというお話です。はい、今回の動画がです、ね、あなたのお役に立ったということであれば是非グッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。 そして現在ですねメルマガ登録していただいた場合は特典教材をプレゼントしていますのでぜひこの機会にメルマガを登録してくださいはい最後までご視聴くださり感謝してますありがとうございます白坂慎太郎でしたそれではまた